陆讲，那我现在呢人在日本东京的羽田机场，正在坐计程车回我们家中。那为什么要拍这支影片呢？因为我差不多七月中的时候呢，有快闪回台湾工作，差不多四五天吧。然后这几天呢都是文章在家里过啊机。在台湾的时候，因为主要就是跟家人在相处，所以这次我就没有拍影片。但是我从台湾买了非常多的土产跟台湾的零食，要送给文章，来慰劳他那么辛苦照顾马吉的辛劳。那等一下回家要跟大家开箱一下我买了什么，然后还有可以看到我睽违四五天的马吉，我真的快想死他了。可是文章说这四五天马吉好像没有想我，但我觉得有一点点小悲伤。果然月龄这么小是不认得妈妈的吗？可是没关系，等一下回家就知道了，期待。回家啦！嗨，大家，那其实现在已经是隔天了。就昨天我刚回来的时候，本来就想说要拍给文章，我准备给他还有马杰礼物。可是因为呢，文章一个人过马杰那么多天太累了，所以我就延成今天了。嬉しかったね、4日間ね。大変でもあり、楽しくもあり。いや、本当いい子だった。可爱的小马吉。马吉，马吉。那这一次呢，除了给文章之外，我也有买一些东西是要给马吉的。那就马上来开箱一下，看我买给他们什么。我这次呢，其实我觉得算是买到没有到很多，可是就应该都是文章会想要的东西。我何個か予想できるな。まずかき味のポテトチップでしょ。なんだコーン。コーン味のトウモロコシくんのやつ。また新しい高さ。ぐらいはあるんじゃないかな。あ、でも新しい高さないかな。じゃあもう見ましょう。あ、楽しみだ。開封だ。ズズーン。一個一個行きましょう。めちゃくちゃあるじゃん。对，就除了我买给马吉跟文章之外，还有妈妈跟妹妹他们有买一些东西送马吉。首先呢是这个，这个是我妈妈买给马吉跟我们两个的马吉的电动指甲修磨机，因为我们两个平常的都是用小朋友剪指甲，小剪刀来剪马吉的指甲，然后妈妈就觉得感觉不太好剪，所以就买了这个磨甲器给我们。まずは持ちのお土産です。对，接下来依然是我们马吉的礼物，这是我妈买的布书。这个是我妈妈好像在买磨甲器那边的店，他们有说好像满多少钱可以有一点折扣，所以我妈凑了那个价钱。見て、こういうの好きじゃん、持ちって。可愛いね。こういうのでいろいろ物語を言ってあげます。我马吉还蛮喜欢海洋世界的，因为我妈之前有买的布书给他，马吉就还蛮喜欢的。面白いね。我马吉今天玩那个彩色布书了。然后呢，是我买的宝宝米饼，等等。之前台湾好像有说有一些米饼验出来是有重金属成分，所以我就有上网找哪个是比较安心的。然后听到大家推荐这个，所以我就买来给马吉试试看。马吉现在是还没有开始吃米饼啊，可是想说时间其实也差不多可以给他吃。然后我还买了台湾贵格的宝宝粥，等等。台湾的宝宝粥真的是超方便的。我有跟我妈妈去逛台湾的母婴用品店，然后就发现哇，台湾的母婴食品超多哎，其实日本也很多啦，可是日本好像比较少像台湾卖这么多宝宝粥，所以我就想说可以买一下。これは5ヶ月から食べれるやつ。いいな、普通に美味しそう。そう、なんかいろいろあって、台湾めっちゃあるからこれとりあえず買ってみました。然后还有我妈买给马杰一堆玩具，这个我就不一一介绍。反正我妈是超爱买玩具给马杰的。然后呢，是我妹妹送给马杰礼物，因为我妹妹她前阵子去欧洲念语言学校，念了一两个月，然后她就有买一些礼物给马杰。所以有名的ブランドだし，我妹妹买了一个恐龙铃，还有一个熊熊铃，超可爱的。熊熊铃。那結構おしゃれだねこれは。ね、これ可愛いね。あとこの本だね、小鼠波波的书。このアニメ日本はおすすめです。いやなんか俺ね、このネズミ見たことある。ネズミ。中国は小鼠波波的。次は私が今ちゃんに買ってあげたもの。首先呢是我们台湾的电蚊拍，这个我就觉得一定要买，因为我们家有院子的关系，有时候文当如果去院子晒衣服还是干嘛的，有时候会有一些小虫子飞进来，就会非常的恼人。但是日本好像没有卖电蚊拍，所以我就想说从台湾买个电蚊拍回来，这个真的是
台湾之光哎，これ日本見たことないでしょ。ないない。これなんか電池入れたらこうやってあのカとか虫を殺す。でなんか当たったらプシュピピピピピピなっちゃう。ピピピピピ。確かにねこれからの時期ねハエとか蚊とかがね来るかもしれないから。ねこれってゴキブリもいけんの。バチ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 。そうだね。でいけるんだ。なんかしかもビーってやったらちょっと焦げた匂いする。ビーってやって。以前我家里有蚊虫，通常都是用喷的。可是因为就是有小孩子之后，我们就觉得那样喷杀虫剂不太好，想说别在家里喷杀虫剂，用这个会比较好。最初俺バドミントンのラケットでも買っていたのかと思って。然后呢，就是文章的饼干特辑。で、あでもこれ CTC ハウスじゃないよ。これ違うやつなのよ。私買いに行ってこれ見てびっくりした。子供の頃これめっちゃ食べたからね。这个是我们家小车爸爸都会买给我们吃的。它就这样一包，里面超多小包，这个超好吃。不知道大家有没有吃过？可是我爸爸以前蛮常买的。那我这次是买法式蒜味脆饼，但还有另外是海苔口味的。我记得我最爱吃这个蒜香的，所以就买给文章吃吃看。小包嘴馋的时候也很方便吃。不知道有没有人吃过这个饼干？可以在下面留言跟我说。我小时候我记得我真的超爱吃这个的，给文章吃吃看。我食べてみて、フジャ。あ、なんか結構チキンの匂いするね。そう。あ、細い。它一小包里面差不多有四五片。うん。うん、これ美味しいわ。でしょ。私これめっちゃ食べてた。しかも結構後味さっぱりしてるからいくらでもいけるし、お酒にも合いそう。然后接下来是刚才文章他去演讲送的蚵仔煎饼干，这个就是文章超爱的，所以我想说一定要帮他买。これね、なんかルーちゃんと前台湾に旅行に行ったのかな。その時にもう夜小腹が空いてこれをねセブンかどっかで買ったよね。で食べた思い出が。めちゃめちゃ好きなんですよ。次は、噔噔。お。下一个是蒸拌面，这个香葱姜麻就是我们家必备的，太好吃了，所以每次回去我都会买了一包。これはよく俺が昼ご飯として食べる台湾麺ですね。そう、台湾。これ他の味もあるけど、私とふうちゃんはこれが一番好き。そうそう。次は文章指定要吃的满汉大餐的葱烧牛肉面。お、これこれ。あれ俺のイメージなんか紫のイメージだったんだけど。そう、あの私が行ったところこれしか。ああそうなんだ。でも違うのもあるよ。丸ごと大きいお肉が入って味も濃くて美味しかった思い出があるんですよね。それで今回ルーちゃんに会ったら買ってきてとは言ってたんです。コインでいくらぐらい？いくらなんだろう、これいくらなんだろう。まあ後で調べます。次はちょっと安くアイドル指の。あ、来た来た。これめっちゃ好きなんだよね。あれ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 食べた？食べてない私。本当に食べてない？食べてない食べてない。なんか開いてました。え、これ買った時からこうなのかな。え、めっちゃいい匂い、食べたいんだけど。待って、これ大丈夫？いや、ちょっと危ないな。やめた方がいいよ、もう食べないで、ね、ごめん、今回ふーちゃんはこれ食べれない。すは？え、本当に食べてない？いや、本当には食べてない。正直に。いや、本当に神に誓います、食べてないです。最悪だ。いや、絶対食べない方がいい、これ。いや、これは食べない。最後、这个也是文章爱吃的韩国的玉米浓汤。これめっちゃ美味しい。あれがないけど、これがあるから。これは結構台湾でもよく売ってる。売ってる売ってる。あれ前も台湾で買ってあげた気がする私。あとドンキとかにもたまに売ってんだよね。ドンキあるんだ。じゃあ今回はこんな感じです。まあ俺もいろいろ台湾に慣れて、もう指定できるようになりました。あ、もう。ほぼほぼ知ってたね。ね。でもあれ知らなかったね。普通のコンビニとかも売ってないし、多分知ってる人は少ないよ。ただ私がたまたま見かけて、あ、大好きだったと思って買った。すごい、ありがとうルーちゃん。不客气。我接下来八月还要再回台湾几天，回去工作，到时候再多买一点给文章吃。次はね、ちゃんとその袋が開いてるかどうか確認した方がいいね。皆さんにコメントでこれも美味しいよって。あ、確かに。その方がいいな。而且应该现在新出的饼干，大家比我更了解。有推荐的话，欢迎大家下面留言跟我说，我就把它买回来。なんか美味しいのがあれば、ぜひコメントで教えていただければ、ルーちゃんに買ってきてもらいます。買って帰ります。好，那谢谢大家看今天这支影片。这次回台湾，因为我主要都是跟家人在一起，然后回去工作一下，所以没有拍什么影片。那之后八月呢，会就回去见一些朋友，然后也是要工作，到时候应该就可以拍影片跟大家分享。那我们下次影片再见，大家见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。